ねえ、吉野さん、あなた派遣よね。それもこの1ヶ月しか働かないんでしょ？はい、基本的にはそうです。ただ人手が足りない状況が続いたらわかりません。もしかしたら延長になる可能性もあると聞いています。だから私に嫌がらせをしているの。あなた、アパレルショップには向いていないわよ。不愛想だし。ん？嫌がらせ？全く身に覚えがありません。だって派遣さんって仕事なくなったら大変でしょ？もう生きていけなくなるじゃないの。だから私を辞めさせようとしてるとか？生活に苦しい人って怖いわ。大変ね。いろいろと突っ込みどころが多くて困りました。とにかく私は短期メインだし、仕事は山ほどあります。うちの派遣会社は社長が控えめに言って神なので、むしろ派遣される人間が足りなくて困っているくらいです。強がり言っちゃって、生活苦しいんでしょ？それも誤解ですし、今の世の中で生活に苦しい人をバカにするのはどうかと思うのですが、あと派遣は会社にもよりますが、時給高いですよ。はーい、うそうそうそ。ご自身の認めたくないことを言われると全て嘘認定。そのハイパーポジティブ精神は見習わないといけないですね。私も諦めようとしていましたが、今から頑張って並びます。勇気をくれてありがとうございました。並ぶ？この時間に？ラーメンですよ、ラーメン。は？ラーメン？そうなんですよ、この空腹でお腹鳴りまくりの時に食べるラーメン、素晴らしい。これこそ至高。でも一番行きたいお店はこの時間すごく並んでいるので、今日は違うお店で全部のせうどんにしようかと思っていました。それではダメですね。やっぱり自分の心に素直にならないと。明日はお休みなので心を解き放ちます。今から並んで野菜増し増し、油増し増し、辛めニンニク食べます。あそこの店は神豚、たまらん。それではまた来週。何その呪文。というか吉野さんって食べ物の時だけ饒舌になるわよね。恐縮です。それでは勝負に出てきます。ちょっと待ちなさいよ、私に謝りなさい。謝る？何をですか？あ、大丈夫です。次の出勤日までにはニンニクリセットしてきます。慣れているのでお任せください。そういうことじゃないのよ！あのね、あんた私の客を奪ったでしょ？奪った？そうよ。今日だって私が接客していた客、結局あんたに話しかけて買っていったじゃない。淡い色のワンピースをお求めだったお客様ですね。そうそう。結局トータルコーディネートで買っていったでしょ？派遣のくせに客奪ってんじゃないわよ。お客様こちらに逃げてきたんですよ。は？雑誌で見た春物のワンピースが欲しい、そうおっしゃっていました。だから何よ。でもエリカさんは秋冬のワンピースを勧めましたよね。お客様もう買うものを決めているから出してほしいってそう言っていたのに。あのね、あんたみたいなお気楽派遣と正社員じゃ違うのよ。余ってる秋冬物を売りつけて何が悪いの？売りつけるか悪いんじゃないですか。在庫になりそうなものを早めに売りたいというのは理解できます。でも欲しいものがあると言っている人に違うものを売ろうとするのは頭の中が異世界って感じでよくわかりません。異世界？そうです、最近異世界系グルメ漫画にハマってます。妙に美味しそう。よくわからないけど、あんたみたいな派遣でしか働けないような女、何言っても無駄だからね。こっちは正社員で結婚していて子供だっているのよ。あんたとは社会的に格差があるの。ザクは黙ってな。うん、そうですね。明日はお休みだし魚もいいですね。ランチはどこかでお刺身定食にします。それでは集中して並びますので、また出勤日に。何よ、あんた派遣のくせに、派遣のくせに、ムカつくのよ。食べ過ぎた。でもこの感覚が最高。こんにちは、私の名前は吉野です。短期メインの派遣で働く派遣会社です。今派遣されているのはいわゆるアパレルショップ、洋服や小物などを扱っているお店で、かなり人手不足みたいですね。一応店長もいるのですが、違う店にいることが多く仕事が回っていません。エリカさんは同じお店で働く正社員なのですが、なぜかいつも上から目線。派遣に嫌がらせをする暇があるなら接客すればいいと思うのですが、あ、いや、ダメですね。
成績を上げるためにお客様が必要としていないものを売りつけようとします。その結果クレームが入ったりするわけなので意味なし。アパレルショップは成績が大切なのもわかります。でもそのやり方が間違いすぎていてぶっ飛んでいるなぁと思います。まあ私はただの派遣なのであれこれ言うつもりはありません。私に危害が及ばなければ。ちょっと吉野さん、いい加減にして。エリカさん、お仕事お疲れ様です。いい加減にしろとは。もしかして私のニンニクの匂いしてますか？2日の休みでたっぷり出したつもりでしたが。そんなこと言ってないのよ。ああそうでしたか、それならよかった。自分では臭いってなかなかわからないですからね。ほっとしました、感謝です。まったく何言っても聞かない女ね。本当にずぶといんだから。今までの派遣やバイトみたいにとっととやめなさいよ。みんな怒鳴ったり嫌がらせすればやめていったのに。ほらあいつらみたいにやめさせてやるよ。やっぱりこの人手不足の原因はエリカさんですか？はあ？私のことはエリカ様って呼びなさいよ。ぷ、は？いや、エリカ様って。そういえば以前香織様と呼べという人がいましたけど、皆さんやっぱり似てるんですね。あ、ぷっていうのは吹き出したのをイメージしてくださいね。へではありません。あんたね、どこまでバカにするつもりよ。まあいいわ、私を敵に回すと後悔するんだから。今日もご機嫌ですね。あんたのロッカーからお菓子根こそぎ持っていったわ。派遣の分際で正社員様に立てつくからこうなるのよ。あなたを焼き豚にします。え？一応確認しておきますが、私のロッカーからお菓子を盗んだんですね。盗んだなんて人聞き悪いこと言わないでよ。私は正社員だから管理してあげただけ。うちのロッカーって暗証番号式だけどマスターキーがあるのよ。正社員ならその鍵を持ち出せるの。それにしてもあんたのロッカーの中は食べ物ばっかりね。はい、そこから動かないでくださいね。あ、今ロッカールームの一番奥にいますよね。私のお菓子を開けてあなた食べていますね。許せん。許せんって、あんたは派遣なのよ。クビにされたくないでしょ。そもそもエリカさんには私をクビにする権利はありません。あ、失礼エリカ様。それに派遣だからこそ一社にしがみつかずに自由に働けます。ボーナスは出ませんし社会的にも弱いですが、だからこそ時給は高く設定されています。こういう働き方がしたい方はぜひ私が登録している派遣会社へ。うちの社長は控えめに言って最高です。はあ？あんたいつもふざけたことばっかり言ってるわよね。ふざけているのはそちらの方です。今から行くから待っていろと言っています。誰が来るっていうのよ。エリアマネージャーです。は？何言ってんの？あんたエリアマネージャーなんて知らないでしょ。それに派遣ごときが何か言ったところで無駄だから。私今日のランチは修羅亭の焼き豚チャーハンなんです。修羅亭の隣の隣はうちと同じブランドの店です。だから何よ。だから今日のランチはエリアマネージャーと食べていました。そんなの嘘に決まってる。嘘じゃないです。私以前別のお店に派遣されたことがあったので、その時に店長だったのが今のエリアマネージャー。今では一緒にマイクラのマルチで遊ぶ仲です。あと食べるの大好き仲間でもあります。は？え、嘘だよね。エリカさんとのやりとりを見せたらすぐ本社に確認してくれました。お店のロッカールームについてるカメラありますよね。あれ本社から確認できるって知ってました？ちょっと待って、あれ店長しか確認できないんじゃないの？お店の中では店長同席じゃないと確認できないです。でもネットワークカメラなので本社ではいつでも確認できますよ。向こうでも見れる人は限られているでしょうけど。時代の進化すごい。すごいじゃないわよ。ちょっと待って、じゃあ私のしたことは全部見られてたってこと？そうなりますね。何かトラブルがない限りはあまりチェックしないみたいですが、私のお菓子が食べられた、これ大問題。エリアマネージャーも顔を真っ赤にして走っていきました。あとは頑張ってくださいね。無理！エリアマネージャーの顔は般若のようになっていました。それはゲームでチーターを見つけた時のような顔です。ルールを守らない人ダメ、絶対。このお店は完全に悪いループに入っていました。
エリカさんが他の正社員や上司たちの見えないところでバイトや派遣をいびっていたんです。それでどんどん人が辞めていくので人手不足でバタバタ。その結果エリカさんの横暴が今まで表に出てこなかったというところでしょうか。会社の仕組み自体にも問題がありますが、いろいろと重なってしまった、そんな感じですかね。ちなみに重なるといえばミルクレープですが、私はバウムクーヘンも好きです。どっちも好きです。あなたはどっち派ですか？翌日。ちょっと吉野さん、何かの誤解だって言って、お願いよ、誤解だって説明してちょうだいと言っているとエリアマネージャーに伝えておきました。ちなみに今二人で定食やランチしてます。レトロなハムカツ最高。変なところ伝えんじゃないわよ。私一番厳しい店に送られることになったの。あまりの厳しさにみんな辞めていく店だって。今までたくさんの人を辞めさせてきたのですから当然ですね。あ、これが因果応報というやつですか。お願い、お菓子を大量に買ってあげるから。私は食べるのは大好きですが意地汚くはないです。ちなみにエリカさんが行く先のお店の店長は私のお友達ですよ。は？彼女楽しみに待っているそうです。向こうでも頑張ってくださいね。いやよ。その後、厳しい店に飛ばされたエリカさんでしたが当然続かず、というのも店長の特別指導が本当に厳しいんです。超熱血。結局自分から会社を辞めていきました。しかし今まで泣き寝入りをしていたバイトや派遣たちがエリカさんを一斉に訴えたんです。というか私が訴えることにしたので、ツテを使って情報収集。その結果たくさんの被害者が出てきたという感じです。そのことで家庭内は揉めに揉めて離婚することに。お子さんは元旦那さんが引き取りました。正社員でも既婚者でもなくなり、子供とも暮らせなくなったエリカさん。私とは社会的に格差があると偉そうに言っていましたが、ねえ今どんな気持ち？と目の前でダンスしてあげたい気分です。え、性格悪いって？食べ物を取られたんです。当たり前です。でもちょっとだけご機嫌です。エリアマネージャーや厳しい店長からたくさんお菓子をもらったからです。エリカさんからもたくさんお金をもらったので、明日は神戸ビーフのハンバーグを食べちゃいます。ヘイカンナ、今日の天気は？いや私シリカよ。天気くらい見りゃわかるでしょ。晴れだよ晴れ。ちょっとカンナさんつまんない。ちゃんと今日の天気は晴れですってシリみたいに言ってよ。いやひらがな表記やめて、別のものに見えてくるわ。残念だけど私スマホに導入されてないからさ。 AI の方が言うこと聞くってどういうこと？ああこんなんじゃ人類終わりね。すみません、意味がわかりません。今さらシリみたいに言うな。っていうか何？こんな M1 初戦敗退みたいな内容の LINE したくないんだけど。カンナさんさ、私にもっと低姿勢でいるべきじゃない？あ、なんで？だってあなたの旦那、今年当選したばかりの新人議員さんよね。そうだけど、比例で当選して今超頑張ってるんだから。うわー、笑っちゃうわ。それ打ってる顔想像した方が笑えるわ。なんだよ、うおーほほほほって。オタクは比例みたいだけど、うちは皆さんから信頼されて無事に当選よ。すごいでしょ。それに3期連続すごいですね。わーいわーい。だから政治家のキャリアとしてはうちの方が上だから、カンナさんは私に対して低姿勢でいなきゃいけないの。いや、うちら普通のママ友だよね。その中で上とか下とか関係なくない？はあ、あるし、ありよりのあり。政治家の嫁がそんなアホな言葉使わないで。それに区も違うしさ。とにかくカンナさんは私よりも下の人間だから、私の指示に従ってもらうから。いやだから私、新 AI サービスのカンナじゃないのよ。とりあえず私お腹空いたし、コンビニで新しく出たスイーツ買ってきてくれない？おいおい、指示に従うってパシリじゃんか。いやだよ、そんなの自分で買ってきて。あれ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 、そんなんでいいの？反抗するなんてシリに負けちゃってるよ。別に負けでも全然いい。手が戦ってないしね。でもよく考えてみて、
うちの旦那はあんたの旦那よりも権力を持った旦那なの。それが？だから言うこと聞いておかないと、力を使って旦那さんなんてどうにでもできちゃうのよ。いやー、めっちゃ脅してくるやん。だが断る。は？いいの？あんたの旦那の政治家生命終わらせるわよ。そんな脅しても無駄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 っていうか、そんなことしたらそっちが不利だと思うけど。それに久美さんの旦那さん、そんな権力ないでしょ。ムカつく。あんた今に見てなさいよ。ガン見しとくね。私の名前はカンナ、ツッコミ担当で36歳の主婦、新人議員の旦那、小学生の娘一人と3人暮らし。天から目線の久美さんは新人議員の旦那と私を見下し、私をパシリ扱い、具現化した高飛車みたいな人で、その後もしつこいため私は思い切った行動に出ることに。ねえカンナさん、あんた一体どういうつもり？どういうつもり？こういうつもり。つまんないこと言ってんじゃないわよ。確かに今はうまいこと言えなかった。私電話でも直接会った時でも頼んでるわよね。スイーツとかご飯買ってきてとか。なんだろう、ウーバー扱いすんのやめてもらっていいすか。私配達員の仕事やってないんで。この間も言ったけど、カンナさんは私よりも下の人間。私の言うことに従わないといけないの？そのことに関しては私1ミリも理解してないからね。旦那たちはそういうのあるかもしれないけど、私たちはママ友だし、そんなことばっかしてたら久美さん、この先偉いことになるよ。偉い？そうよ、私は偉いの。その偉いじゃねえよ。はあ、じゃあもうあんたたち家族の人生終わらせるしかないか。聞いたー、それを待ってたー。あんたの旦那を党から排除させるようにして一気に無職に転落で、あんたら家族も転落。こうなってもいいの？地下帝国行きだよ。だから高級寿司のテイクアウト頼んで持ってきてくれない？いや、なんでだよ。もちろん支払いはカンナさん。もちろんの意味がわかんないんだけど。え、日本語覚えて3日目？うるさいわね、早く持ってきて。じゃないと本当に地下帝国行きよ。バラ、地下帝国行きなのはクミさんだっつーの。こっちはカイジで攻めたのに急に江戸川出してこないで。っていうか、私たちが地下帝国行きってどういうことよ。たった今警察に通報した。クミさんに脅迫されたって。はあ、脅迫？はい、旦那を無職にさせて家族もろとも転落させるって言ってきたよね。それ立派な脅迫だけど大丈夫そう？やめなさいよ、通報取り消しなさい。通報取り消すってどういうこと？ちょっと何言ってるかわかんない。腹立つ。クミさんの家に警察が来たら近所で話題になるし、ニュースでも取り上げられるかもしれないね。ふざけんな、今すぐ取り消せ。はい、じゃあ頭キンキンに冷やしてきてね。こんな。私は脅迫してきた久美さんを通報。家には警察が集まり、地域ではざわざわ。慰謝料をもらったものの、久美さんは反省しておらず、後日また強気な LINE を送ってきたのです。しかし私にはまだ隠していたカンナ法が。それでは照準を定めて、クミさんにカンナ法を打ちたいと思います。カンナさん、この間はよくもやってくれたわね。私を脅迫で通報しやがって。当たり前のことをしただけだけど。でもいいわよ、報道も週刊誌も金を払って最小限に抑えることができたし。ちくしょう、それがお前らのやり方か。カンナさん、私の旦那に権力ないとか言ってきたけど、私の旦那の叔父もう6期連続で当選してる議員なの。あ、そうなの？所属してる党の総務部長を務めたことがあるんだから。それに一時期内閣にも入ってたのよ。へえ、そんな立派なおじがいたんだ。あんた、私を通報していい気になってたけど、私と旦那のバックには強い権力者がいるの。だからもうあんたが何をしても無駄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 。たく、人のセリフパクりやがって。あんたのセリフじゃないでしょ。でもさすがにこれはおじも対処できないわな。は？これはって何？いや、実は私の旦那がクミさんの旦那怪しくて独自の調査で調べたそうなんだけど、クミさんの旦那現金授受してるって。は？授受？まあいいや、
この地域の建設会社の関係者から50万円もらっているそうだよ。しかも2回に分けてたから合計100万。え、嘘でしょ。でも別にもらってたとしても政治資金収支報告書に記載してれば問題なしじゃない？それが調べたらどこにもなかったらしくてさ、一体何使ったんでしょうね。お酒？女？車？何せよやばい。ガキツカのテンションで言うと、旦那さんアウト。それマジ？うん、マジよりのマジ。もう党にも報告するし週刊誌にも報道されると思う。でもさっきも言ったでしょ、うちの旦那のおじも同じ政党の権力者だって。だから今回のことももみ消してくれるはず。それがさ、おじさんもその場に同席してたそうでさ。きっと旦那さんもおじも否定すると思うけど、どうやらその建設会社の社員で証拠の写真を押さえている人がいるらしくって、だから否定しても証拠があるからもう終わってる。そんな嘘でしょ、これ夢よね、夢だよね。すみません、何と言っているのか分かりません。こんな時に尻で返すのやめてよ。高級寿司の出前持ってこいだ。フードをデリバリーするイーツ扱いしやがって。もうそんなこと言えないようになるんだから。ねえうちの旦那どうなっちゃうの？まさか辞めなきゃいけなくなる？そうなったらお金は？安定した給料はどうなのよ。聞く相手間違ってますけど、当の本人にどうするか聞いてみたらどうですかね。当の本人は今のんきにおじと高級寿司屋に行ってて。いや、のんきすぎ。そんなんじゃ地下帝国でやっていけないよ。それにその寿司代どんなお金で支払うつもりなんだろう。やばい、もう私これからどうなるの。いや、うちの旦那よくやってくれたよ。揺るぎない正義感で悪事を見つけてくれて本当に誇らしいわ。ねえカンナさん、私たちママ友よね。誇らしい旦那さんにお願いして党に報告するのをやめてもらえないかな。ママ友？そいつは虫が良すぎないか。自分より下とか言ってきたくせに予定通りちゃんと報告するから。そんな。その後、うちの旦那は翌日予定通り報告し、党内で調査が行われた後現金授受が判明。久美さんの旦那さんは最初は否定していたものの、週刊誌に写真と一緒に掲載されてしまい認めざるを得ない状況となり、この数日後に辞職。旦那さんの叔父も同席していたことを認め記者会見にて謝罪をしたそうですが、次の選挙では低い投票数しか獲得できず党から離席してしまったそうで、旦那が政治家自慢で新人議員の旦那を持つ私をパシリ扱いしていた久美さんは精神崩壊。旦那さんの給料は下がり、久美さんも今ではパートをして必死に家計を支えているそう。久美さんは私以外のママにも偉そうな態度をとっていたらしく、今はみんなから距離を置かれ誰とも話せていないようです。一方、私は変わらず正義感にあふれた旦那をサポート。どっかの久美さんみたいに権力に溺れないようにしないと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。